役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくお願いします。ちゃんと聞こえてますかね。多分聞こえてると思って。マイクってこれ反応してないけど大丈夫かな。聞こえなかったら、そっか、これも聞こえないので、聞こえなんかすげえマイクの心配ばっかりですいません。マイクの表示が全然動かなくて、一番最初、特に言うことないかな。そんなに進行論もみんなこの時間だし分かってると思うし、さらっと流して役職出るか出ないか見て2周目発言したいと思います。大丈夫かな、声聞こえてるかな。ちょっと3番さん教えてほしいです。軽く流します。以上です。3番のプレイヤーが発言します。あ、はい、こんばんは、よろしくお願いします。2番さんちゃんと聞こえてましたよ。はい、大丈夫ですよ。だから2週目、しっかり発言をお願いいたします。まあ進行論特にねないんだけどって言うんだけど、まあその進行論を語り合うゲームじゃないと僕はいつも思ってるんで、それはいいんですけど、どういった思考開示でどういった思考をしてるのかなっていうのはちょっと2番さんに対しては聞きたかったかなと思っています。はい、それぐらい多分ね、進行論、僕は思考開示が大事かなと思ってるんで、あんまり思考開示が合わない人物って、仮にその人が村であったら最終的に僕と残ったら結構その人僕ね怪しく見ちゃうんで、単純にその人釣りたくなっちゃうんですよね。だからどういった思考開示を2番さんをしてるかちょっと聞きたかったかなと思っちゃいました。はい、もうそれぐらいです。あとは盤面揃ってから2周目頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。村人陣営です、お願いします。ということで2番さんについてはまあ2周目ですね、まあ何も取る要素はなかったかなと思ってます。まあ3番さんについてもまあ別に印象いい悪いもなく色落ちもないっていうところで、まあ2番さんの後を受けてのことなんでね、まあこの2人は2周目ということで特段今何も思ってないですね。で、まあ霊能が2人出た場合はまあローラーの安定思考派ですね、僕はね。はい、で正直盤面をもう最初から見せてった方が僕は村は強いと思ってるんで、まあ潜伏とかはね、まあ騎士はもちろんあれなんですけど、霊能とかね、占いとかね、その辺は、もう一周目からね、もう出てった方がいいかなって僕は思ってますね。例えば2番さんの位置でみんなバッと盤面変わって、2番さんが村陣営だったら、多分この人を釣られちゃうんじゃないかなっていうのもあって、まあ人狼だったら結果オーライになるかもしれないんだけど、っていうところで僕は盤面一周目から見ていきたい。5番のプレイヤーが発言します。うん。そうですね。どう言えばいいんだろうって感じですね。2番に関しては、進行論を話していれば聞こえなかったら聞こえないってみんなが言うんだから進行論話したらって感じで、3番だったら何なんだろう。自分と違う進行論だと怪しく見るって言うけど、じゃあ3番の進行論って何か言ったんだろうかっていう。何も言ってないじゃないかっていう。3番の進行論は何なんだろうっていう。2番に言ってる前に3番が進行論言わなきゃ、俺が判断できないんだけど、3番の進行論。4番は2番、3番は進行論言ってないに等しいんだけど、何も疑問が持たないのかなっていう。4番だけはまあ安定進行取りたい人なんだなっていう。1周目から出てほしい人なんだな。潜伏とか嫌な人なんだなっていうか。どっちでもいいです、僕、初日に出てくれれば。2日目とか3日目に出てきて、誰が進取れるんですかって感じなんで、それだけです。初日だったらどっちでもいいです、潜伏でも。はい。はい、6番。のプレイヤーが発言します。
占い師は私だ。7番に白。7番に白が出てます。ハートお願いします。そうですね。現状ね、4から手をかけたいなって思った。現状ね、2、3、4、5だけの話を聞いたら、5の言ってることはまっとう。2に関しては2周目でしかなく、まあ3に関してはいい点と悪い点があって、5が言ってた通り。2に関してそういった発言を進めであれば3の思考回答するべきだと思ってるし、3の進行論いらないって言ってる人物だから、4に関して2、3の作用をつけず、2周目でとどめた4が一番おかしいかなと思ってるけど。4もその位置で進行論を提唱するのであれば、進行論いらないって言ってる3に関してとかね、ちょっとだけ思っちゃったなって思ってるから、まあ、2とかは2周目で3にはいいとこ悪いとこがある。だからそういった指摘をしてる5番が今真っ当に見えてて、現状4釣りたいなって思ってる思考を持ってるって言っときますね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。7番のローレインです。自分村人陣営でした。6番さん、私に白出しありがとうございます。別に自分は2345の発言で、あ、なんか別に何もあんま聞いてないけど、聞いてたんですけど、別に違和感はなかったけど、3番さんが言ってる思考違う人釣りたくなっちゃうみたいな、ちょっと、まあ、わかるような、わからないような感じがしました。8番の純白なビビアンさんに回していきます。8番のプレイヤーが発言します。おはようございます。霊能です。霊能です。把握お願いします。で、6番さんが占い師で7番さんに白把握です。で、そうですね、正直まあ6番さんが5番さん全うって言ってたのは、その指摘がね、2、3、4番さんの中なんかっていうか、に対しての指摘が全うだったなっては思ってます。で、そうだな、まあこの後とりあえず対抗が出てくるかどうかはまだわからないんですけど、まあ盤面見て、考察していきたいなって思ってます。でね、そう、3番さんちょっと気になったのが、3番さんの言うその進行論と、なんだっけな、その僕はこういうやり方してきますよみたいな、なんて言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、それがちょっとどう違ったんだろうなって感じです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、緊張一人しか出てない役職の6と8が5番がマットって言ってるけど、5番にマットの要素は何一つないよ。進行論と思考開示をごちゃ混ぜにしてるだけでしょ。2番は進行論この時間だから言わなくていいよ、みんなわかるでしょ、だから言わないですよって言ってる主張で、3番も進行論なんかで色が落ちないから、それよりも思考開示してくださいね、自分と思考合わない人を狼で見てしまう傾向があるから、そういうのを気をつけてくださいねって村に注意喚起を流して、3番は思考開示をしてるから、それを5番がね、じゃあ3番に進行論見えろって、2番も3番も進行論で色は落ちないでしょって主張で言ってないんだよ。だから5番が言ってることがはちゃめちゃであって、そんじゃなきゃ進行論で色付けできないでしょって、進行論から色なんか落ちないから、ただの宗教の違いだからね。だから5番が一人でおかしなことを言ってて、6番8番が5番全うって言って、役職で一人しか出てないから、もうはてなしかないよ、はてなしか。5番だけでおかしなこと言ってるのは。1番のプレイヤーが発言します。占い師です。2番ランシロです。西野です。把握お願いします。ですね、騎士に関しては、グレズメになったら出てきてくださいとは伝えておきますね。現状6番が結構思いっきり4番に対して叩きを入れているっていう構図で、強めに言ってたから狼っぽいかななんていう考察ですね。はい。で、仮に6番狼の時って、9番がなさそうって思いましたね。はい。6番が4番叩いてるのに、9番がそれの保護を入り、6番、8番を叩きながら5番を叩く。まあ、9番の言ってることは間違ってるんですけど、間違ってるっていうか、5番さんが進行論と思考開示を多分言い間違えてずっと言ってるから、それがややこしくなってるんですよね。はい。だから5番の言ってることは一応正しかったっすけど、それでも9番の行動は狼ではないなーって6番狼で引っ張ったら思いました。まあ、前半1は正直2周目でしかないかな。はい。2番。のプレイヤーが発言します。6番と1番を比較したときに例の仕様了解、はい、なぜ2周目に出たかを言っていただけると参考になります。
1番の方がまだ言ってることはまともかなと思いました。9番が一番共感できたかなと思います。僕の思考的には。あんまり5番の言ってることが正直僕にはよく理解できなかった。その言葉がごっちゃになってるとか以前にあんまり意味がわからなかった。6番が言っていた4番が一番怪しいっていう理論もよくわからなかったです。霊能に関しては、3番さんの意見次第だけど、8番さんが6番さんに同調して5番が言ってること正しいって言っていた主張がよくわからないので、現状8番を釣りたいかなと思っています。はい。4番さんの何がおかしかったのかちょっと理解。3番のプレイヤーが発言します。あ、はい、霊能です。潜伏した理由は、もしかしたら一角するかなと思った。この2番目の位置だったから潜伏しちゃいました。多分、歴史的に8強靭かなと思ってます。8の発言で対抗が出てくるとしたらって言ったら、もうあとは残り9、1しかないし、現状6しか出てない段階で、もしか占い師、もしか対抗の霊能、もし8番さん目線だったら潜伏っていうのがあるんですよね。だからその発言がおかしいかなと思ってます。今の2の発言考えて、1、2はあまりないかなと思ってます。だから単純に僕は1、6、今のところ進路で見ています。はい。一番、まあ、情報的なものなんですけど、9番さんが一番情報が落ちてたかなと思ってます。5番さんに関しては、僕は進行なので思考開示なんですよね。確かに僕は思考開示、僕自身の思考開示はあまりできてないかもしれんけど、でも5番さんもこの後さ、思考が違う人って単純に嫌くないですか、釣りたくないですかと僕は思ってます。だから単純に僕と思考が合わない、グレー精査が合わない人は単純に釣りたいです。はい。だからその方が村であっても僕は釣りたい。単純に、墓地村々同士で争う可能性があるからっていうことを僕は言いたかったです。4に関してはまあ2、3しか触れるところがないんで、なかなかまだ色が単純に落ちないかなと思ってます。情報としては僕はこれからかなと思ってます。5番さんに関しては進行論ではないです。僕は思考開示の話をしたんで、そこの組み取り違いをしてる。ただそこに関して6が5番さんが全うってのはどうでしょうか。正直2、3、4、5ってまだそんなに色はつけれないかなと思ってますけど、一番白いのは現状まだ9番さん。だからグレーでいくと4、5。現状8は強靭で置いてます。4番のプレイヤーが発言します。まあ占い師で言ったら6に攻めてみてますね。まあ僕に対する敵がまあ不当にしか感じないので、はい、なんで俺を釣りたいって言ったか意味すらも分かってないんですね。なんか進行論を言わなかったことを叩かなかったからとか言ってるけど、別にそれって狼がやることなんじゃないんですかって思いますけどね。別に進行論なんてもう言ったところで色落ちしないんだから、そこを叩きに行ったってしょうがない。2周目聞いた方が有意義だって言ってるだけの話なんで、そういう意味でも6番の言ってることは不当でしかないと思ってるんで、もう6の芯は置いたくないぐらいの気持ちですね。はい。で6、7の囲いもあるかなと思って、で7番っていうのはあの発言量だから、うん、まあ、6番がね、それをあの夜の間に聞いて、まあ、囲ってくださいと頼んだかなっていう目線もあるかなと思ってます。まあ、あくまでそれ想像で過ぎませんけどね。はい。で、まあ、今日は霊能ローラーなんで精査しません。まあ、どっちか行きます。はい。一番真っ当だなと思ったらやっぱり9番さんね。うん、6番への指摘はごもっともだと思いますよ。はい。5番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ、3番と2番と9番嫌いだから3番行きます。うん。で、9番から2番釣ります。うん、それでいいんだね。うん、じゃあ俺も進行論も述べないし、思考開示すればいいんでしょ。うん、3番が言ってる通りに鏡のようにやればいいんだよね、このゲーム。うん、5番というのは誰よりも真っ当でしょ。9番がおかしいくらいでしょ。ちゃんとそれを指摘しなきゃダメだよ。進行論も述べず思考開示だと言ってるような2番3番はこのゲーム性としてはおかしいんだよ。まだ4番の方がまだ安定進行を取りたい人っていうのは伝わってきたよ。具体的に述べてたよ。まあ、平凡だったけどね。安定進行取りたいっていうのは。2番3番ってのは結局何を言いたいの？公開時進行の同じだわ、俺に言わせれば。うん。それは俺にとっては全くもって同じ。2番3番は自分の具体的な意見を言わない人だなっていうのは感じたよ。4番はまあ平凡だけど安定進行取りたい人なんだなってのは伝わったよ。うん。3番は嫌いな人は何釣ればいいんでしょ？うん。じゃあ3番ひたすら釣るから。必ず3番は絶対に釣る。8番新進行で行くよ。それでいいんだろ。うん。5番が誰よりも真っ当だったと3番が言えないのであれば、私は3番をひたすら釣り続けます。2番、9番を釣ります。それでいいんでしょ、このゲーム。うん。思考開示だと進行論とは
そんなのは俺にとって区別はない。2番、3番は、1周目、2周目、手を抜いてる人物。うん。だから3番いきます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。ごめんなんだけどさ、騎士出てくんない。騎士出てくんない。俺ね、4のロック外れんかもしれんのだわ。4ってさ、自身の発言の意図を全く汲み取っていないし、2、3の要素を拾い、4視点の話を落としてるから、4っていうのは自身の話を全く聞いてない人なんだなと思った。2、3はね、その思考開示が大事だ。進行論いらねえって言ってる人物って、今は進行論述べたんだからよ。その3人に関して、その、もういいわ。はい、ね、その9が真っ当な理由がわからんし、1、4が9を白く置いてるっていうのが違和感でしかないんだよ。で、2に関しても、6に言われたからどうのこうの。9が真っ当だからどうのこうの。だから、俺ね、1、2、4、結構人外視してるんだ。で、あのね、今ね、盤面破綻とか言わんとったよ。3、8で1人外で、1で人外で、もう1人外って、2、4ってお前何言ってんだって言うのかしらないけど、あのね、そんぐらいね、おかしな発言してると思ってるよ。もう3、8の真偽はわからんが、3がおかしいこと言ってるなって思ってるし、4の黒ロック外れねえなと思うから、マジでね、騎士出てほしいわ。4騎士だったら土下座するけどね。かな。だから、9はなんか強いこと言ってるなと思って、そこに乗ってきた1、2、4がおかしいなと思ってるし、3の5のその様子の取り方おかしいと思ってるから、人外数が多いわ。多い。人外多い。はい。って感じですね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。なんか5番さんが俺が一番真っ当だって言ってたのはちょっと怖かったです。そしてなんか嫌いな人を釣るゲームみたいになるのは確かによく3番さんがなんかその思考会合わない人釣りたいって言ったのはちょっとおかしいと思うけど、おかしくはないかおかしいと思うけど、なんか5番さんもそれがおかしいと思うのになんかそれに乗って俺は嫌いだから3釣るみたいなのはなんかちょっと混乱しちゃうし、5番さんは3を怪しいと思ってるのか思ってないかが全く分かんなくて、ただ嫌いだから釣るみたいになってきててちょっと全然分かんなかったです。で、まあでもそれは良くないと思います。で、6番さんがなんかちょっと投げやりになってきてるのかなと思いました。8番のプレイヤーが発言します。はい、2巡目でして、1番さん、占い早くでして、3番さんが対抗か。まず、普通に考えていただきたいんですけど、対抗の3番さんね、まあ、霊能使用なさってるけど、ね、自分と性差合わなかったら村でも釣りたいって、それ村目ですかって、村目ですかっていうか、村側の意見ですかって、思ってて、で、3番さんのことは、まあ、強靭で見てます。なんで、1、6どちらかに狼がいるんじゃないかって思うけど、6番さんの、さっきの発言のファッションというか、なんていうのかな、ちょっとめんどくさくなっちゃった感じが、ね、信とも取れるし、そういう風に見せてるローっても見れるから、正直、と、ね、精査はついてないです。で、グレーで言ったら私別に、4番さん怪しいって怪しいっていうか変なこと言ってるなっては思わないし、まあ、霊能のね、発言聞いてから決めますっていうのも全然わかるし、ただまあ5番さんそうね、その嫌いだからって感情的になっちゃうのはちょっとゲームとして、なんていうのかな、その、ゲームバランスというか、ゲームが成り立たなくなっちゃうから、そういうのはちょっと良くないかなって思ってます。で、9番さんに関しては、まあ一番、その考察はしっかりしてたかなって、まあ自分と意見は、違ったかもしれないけど、1巡目違ったかもしれないけど、ただちゃんとやろうとしてるっていう、こう意欲を感じ取れたから、ちょっと現状裏目で見てます。まあ今日3番さん投票でお願いします。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ5番は真っ当なことなんか言ってないからね、進行論と思考回路の違いがわからないならもうさっさと釣られて死んだ方がいいと思うよ、5番に関してはね。まあ今日は3番か8番だし、別に5番今日釣る気ないけど、別に5番が狼だと主張してるわけではないから、あなたは人の話を聞けていないからね。進行論なんか言っても色なんか落ちないから、
まあ、あんまりその話に引きずりたくないけど、進行論言ったところで、村の時と人外の時とじゃあ進行論が変わるんですか？狼が黒くなる進行論言いますか？言わないでしょ？テンプレみたいなこと言うだけだから、進行論で精査。4番が安定進行言うが、それは村要素でも人外要素でも何でもない。話も聞いてなくてね、進行論と思考回帰ごちゃ混ぜにしてる5番なんかはっきり言って、まあ残念な村でしょうね、5番はね。まあ狼だったら弱すぎますね。はい。まあこれどう考えても俺が噛まれるだけなんで出ますけど、騎士ですね、騎士。はい。残念でしたね、5番さん。はい。あなたの考察は間違ってますね、騎士なんで。はい。まあそもそも239なんて、じゃあ16何なんですかって話。嫌いな人間で239釣り切って、16にいるどっちかの人外が残って村、まあ計画ですよ。はい。まあその精査を、まあ5番が改めないんだったら、まあ死ぬだけですけど、まあ、3、8であれば、5番が残っててね、なんか3釣って8新進行っていうのもめんどくさいんで、8から釣ってる俺はしましょう。それでいいですよ。はい。俺は新っぽい方の占い師公演するだけなんで。別に6番が死んだと思って出たわけじゃないけど、8から釣って3ロラでいいです。5番が残っててね、8新進行っていう、ムラリのない進行してるのは5番自身だから、8から釣ります。1番のプレイヤーが発言します。まあ、3、8は別にその分かってないんだけど、なんかね、7番さんって、僕視点、すごい精査が難しい人。で、5番さんって、まあ、2、3、9釣るよって言って、いや、1番の白崎2番なんだけどって思って、まあ、それこそ、まあ、直近の9番が、まあ、騎士って出たんだけど、その9番が言った通り、お、ちょっと接続悪い、接続悪い、接続悪い。5番が狼だった場合、5番が狼だった時に、いや、2、3、9釣るよって、その、わかる？俺6番狼で見てるから、6番狼だった時に、なんかその、白崎普通に含めて、うわ、もう嫌いだからとかは、めっちゃ弱いやんって思って、逆白みたいな。こんなんで狼だったらめっちゃやばくねみたいな感じがするから、4か7の択で迷ってるんですよ。6番が4番に対して固執している。4番は当たり障りないことを7番もしっかり。まあこの2人の色、だから2分の1だから結局ここの色見れば大体もう決まるかなと僕は思ってますかね。5番が狼っぽくないって多分、総理でわかるから普通に勝てるんじゃねって思うんですけど。あ、これはまあ僕の西野の新世界だからか。ああ、まあそうか。あ、まあそんな感じです。あ、僕視点の話はそんな感じです。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。そうですね。とりあえず、3番さんは明日必ず釣り切ってください。はい。で、どうなんだろうね。もう6、1、精査は正直難しいなって思ってます。で、9番さん騎士でしょ。で、そうなると、まあ、対抗の3番さん強靭で見てるから、6、1どちらかに、どうで、それの相方、どうなんでしょうね。まあ、ね、占い師に対して言えるのはクロスが一番いいんじゃないかなって思いますけど、まあ、とりあえず村、頑張ってください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番
のプレイヤーが発言します。はい、こんな場所だったら4番じゃね、浅いからいや俺5番、まあその霊能の狼が出てるとこは追うんだったら別だけど、3、8のなんか交差式っていうのは別になんかめっちゃ狼っぽいような要素も、まあ別にだからといって3、8どっちが巨人か明確に分かったんかお前って言われたら、その分からなかったんですけど、単体グレー見たときに、色が分からなかったのが4番、7番で5番で逆引き精査で多分6番と狼で繋がらなくて、ってなったら4番、7番で7番、まあ、それで7番が白だったら、まあ村飯でもあれかなと思って、せっかく2分の1だったらまあそっちの方がいいかなぐらいで占ったんですけど、多分4番6番じゃねって思ってます。5番6番だったらどうなんすかね、2番釣りますとか言っといて293だっけ釣りますって5番が言って6番と狼で1番の芯分かってんのに2番9番3番嫌いだから釣りますとか言って芯占いの白先のこと含めてやって、で、それで6番が2しろとか言って、めっちゃ弱いっすよ。多分4、6でなんか身内でごとごとやってたみたいな、プロレス見せてた感じじゃないですか。そう思ってます、僕は。まあ別に3、8は本当にね、主軸分かんなかった。から、ここに関しては、全然審議がついてないです。ただ、ほぼ4、6で見てます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。とりあえず2番と7番隠しろね。で、怖いので今日は3番に行きます。正直わかんない、3と8。どっちか。ただ8番がすごい防衛感を出してたから、そこまで過度に普通レノ出さないよなと思って8番にとりあえず投票しました。1番と6番は、6番さんが4を1周目から2周目まで引き続きずっと切ってるというか、なんというか、5番にほぼ触れずに4に当たっていたのがすごい印象に残っています。6番さんはめんどくさがらずに自分の意見を言っていただければ参考になるのでありがたいです。1番さんに関しては、ひょうひょうとした感じでつかめないんだよね、なんかね。難しいなと思いますが、発言聞いてきれます。とりあえず今日3いきます。3番のプレイヤーが発言します。結局ロラをかけられるんであれば、みんなはもっと占い精査とか、僕はグレー精査した方が議論発展すると思うんですよね。だから別にさ、もう5番さんとか7番さんとかもそうだけど、進行論、思考開示、云々よりももっと占い精査とグレー精査した方が多分僕はいつも村が活性化すると思う。だからもう霊能なんかいいんですよね、これって。結局2番さんも釣り切るんでしょ、4も安定進行で釣り切るんでしょって思う。でね、5番さんの発言が強いから、そこに関して1っていう人物は5がねないかなって言って、で7白で4、6ってずっと言ってるんですよね。でも6っていう人物も若干4番を叩いて5を弾いてる人物、印象がいいっていう人物だから1、6とはあんまり親めないんですよね。1がもし仮に真であれば、単純に4村であったら票を失う。全然5、6もあると思うんだけど、全然もっと単体精査するべき、6番さんにも関しても思っちゃいました。4番のプレイヤーが発言します。はい、ローラーしますけど、ですね、占いについてはちょっと1番の方が偽臭くなったかなって思ってて、6番がここで2番占って隠し色を作りに行ったのって、まあ、ムラリはあるかなと思って、俺確実に6番が偽だったら俺に黒をかぶせてくるかなと思ってたんですけど、まあ、ロックしてる割には占わなかったんだけど、でも2番を隠し色にするっていうのは人狼的にはあんまりあれなんで、結構芯っぽくなって、で逆に1番が6と4を結びつけに来たっていうのがすごく不自然かなって思ってますね。あの僕の最初の6叩きと6の僕叩きってライン切りに見えたのかなって、普通に見たら6号の方が1番的には見えるんじゃないかなって思って出ましたけどね。そういう意味では不自然感が増したのは1番の方かなって思ってますね。はい、まあでもいずれにしてもこれ隠し色2人出てるんで、まあほぼほぼほぼ僕は5番、あの霊能で狼がないんだったら、まあ5番が相方っていうことになるんで、まあこの人どっちと結びつくかなっ
ていうところですね。まあ、6番と5番っていうのはまあ結びつくっちゃ結びつくんですけど、結構そういう意味ではやっぱり僕に黒塗りの準備してる1番、まあ、6番っていうのはもう一貫して僕をずっと黒に塗ってたんだけど、まあ、その決定打が僕に黒を打つことだったと思うんですけど、ここで2を隠し色にしたっていうのは新っぽい行動かなと思ってて、逆に1番がなんか知らんけど5番を白く置いて、全然5、6は見えると思うんだけど、4、6をほぼほぼロックしてるのがすごく違和感がある。まあ今日はローラーですね。5番のプレイヤーが発言します。あの、今日は3番は釣らなくていいんじゃないですか。今日は1、6でいいでしょ。じゃあ6番釣ります。なぜかというと、私の指示に従わないからです。3番を釣ると言ったにもかかわらず3番を釣らないからです。だったらあなたは3番を真と見たんでしょ。じゃあ代わりに6釣ります。3番に6の色を見てもらいます。私の指示に従わないのであれば6番を釣ります。はい、あのね、9番というのは怪しい位置だったので、誰も噛みません、9番を。はい、あのね、勝率の非表示をまず表示してください。そしてね、圧倒的な勝率をみんなに見せたら噛まれるんじゃないですか。うん、あのですね、怪しい人が騎士から騎士で出られても困りますよ。2、3というのは進行論も思考開示も同じです。9番さん、あの、言葉の暴言ですね。5番に対する暴言というのは慎んだ方がいいですよ。うん。2番と3番、進行論思考開示は同じ。1周目に何を伝えたいか。2番というのは何も伝える気がない人。3番というのは具体例も出さずに、自分と進行論が合わない人を脳死で、すると言った人。こんなのは黒いです、2番、3番は。自覚してください。あなたたちが、隠しろ。たとえ死んであっても。あなたたちは黒いです。うん。あなたたちはね、伝える気持ちがないに等しいです。具体例出しましょう。3番釣らなくていいです。はい。もう3番の芯を決め打ったんでしょ。じゃあ今日は1、6で。じゃあ3番の代わりに6番釣られてください。6番のプレイヤーが発言します。ローラーするって言ってんじゃん。え、なんで5視点そんな発言になるのかわからんねえけど。5視点3つって仮に占い紙が入ったら対抗すればよくて、なおかつ5視点4と戦うべきだからっていう思考でしょ。4視点3のローもあるから、その4がね、1がさ、真の時にめちゃくちゃね、とかね、いろいろ考えたけどね、5番がなんで6行きたいのかマジでわからん。今日3行って、うん。3行ってくれたらいい。で、明日、4号視点の真偽がはっきりするでしょってならない。まあ、自分が組まれたら1勘でくれ、1釣ってくれたらいいし。で、4号で戦うだけだから。え？じゃないの？隠しろ隠しろできてる盤面下で、5って1、6の真偽が使えないのであれば、4釣りをするとかそういった思考にならない。3のローを追わないんだったら。占い心境を追ってるんだったら5視点4がローでしょ。はい、3行って。7番。のプレイヤーが発言します。はい、5番さんがなんかずっとさっきの1日目の考察とかもすごいできそうな、自分でできなくて申し訳ないんですけど、できそう、できる人だと思うのに、なんかその感情に任せて1日目のことを、もう9番さんも死んじゃったのに、なんかずっと9番さんに語りかけたり、なんか霊能ローラーするって言って約束だったのに、なんかずっと2、3、2、1日目のことを言っているのが、ちょっとなんか意味わかんなかったっていうか、なんか、ちょっと意味わかんなかったから、自分は5番さんに入れます。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。まあ、言われるんだろうな、思ったけど、まあでもね、1、6はわからん。一応6に入れた。だから6番のね、嬉しいんだから、6のね、もし6に行ったら僕6の色見れるから、だから1、6に関しては微妙だから、一応6に入れたけど、わかんないです。はい。
16に関してはもう信用勝負じゃないですか。ここに関して。45に関しても。4に関してはもうわかんないですね。意見が変わりすぎるから。なんか。で、5に関しても、決め打ってくれるんだったらいいんだけど、でもなんか精査が一貫してないのもちょっとよくわからない。だから4、5に関してはお互いね、もっと触れ合えばいいし、6、1に関してはもう信用勝負じゃないですか。ここに関しては。はい。ごめん。ほんとわからん。1も6も。はい。なんかあんまり単体精査が微妙すぎて。はい。ただ占い師が強ければ僕は村は勝てると思ってるんで。はい。あとは頑張ってください。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、7番のプレイヤーが発言します。え、ちょっと、全然わかんないんだけど、どうしよう。ってことは1人狼ってことですか。ちょっと聞きたいです。4黒なの。ここで自分はちょっと5番さんを頼りに頑張ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、4クロでした。4、6ローローでしょうね。はい、まあ4番が昨日、1番が急に偽だと言っていたが、その要素が5番と6番が終えるのに、そこを5番が白いって言ってるから、5番6番を否定している1番がおかしい。1番と6番の単体精査をしたときに、5番が狼だったとき、俺って6番狼起点で置いていて、4番視点でありえないと思ってるのが、6番狼起点で置いたときに、1番占い視点に西郎を持っているのに、56で239が嫌いだから釣りたいって言ってるから、5番って狼だったらめちゃめちゃ弱いなっていう考察を落としてるんですよ。それに比べて4番視点って、6番って4番に対して2番3番が進行論どうのこうので、そこに対して精査をつけていないのが4番が怪しいって言ってるんですよ。どっちの方がまともな考察してるかって普通に考えたらわかるのに、1番がリセッパーとかで急に言い始めたのが4番のこれ要素っすね。はい。で、もう5番ってだって行動的にさ、黒ないじゃないですか。ね。だから勝てないからこれやるしかないんですよ。4の狼で。わかります？まあで、7番さんとか、まあ、2番さんとかわかる、なんとなくわかると思うんですけど、なんか5番さんって狼じゃないじゃないですか。普通に。だって、嫌いだから釣りたいですとか言うのをずっと言ってて、狼で仮に、チャットやめた方がいいですよ。だから4番釣ってくれれば勝てるんですよ。2番のプレイヤーが発言します。はい。8割方6、4じゃないかなと思っています。6が地紙したと思っていますが、4、1の可能性も否定できないなと思ってます。5番は、5番で黒だったら僕、人狼殺やめるわ。これは、これで黒だったらすげえよ。もう勝てねえよ、こんなん。と思います。4番さんの2日目で意見が180度ガラッと変わったのがすごい印象的で、6番が隠し炉を作ったから新っぽいって言ってたんですけど、1番も7に隠し炉を作ってるんで、その理論は6を新と見るのに当てはまらないんじゃないかなというのと、4番で疑われてたのに売らなかったことに対して疑問をあまり持っていないことがすごい気になっていて、あ、ちょっと追加する。で、6番は6番で、その、4番に対しての意見がほぼなく、5番への突っ込みに終始していたのがすごい印象的だったなぁと。どこで LINE を見てるんだろうと。あんまりそれが伝わらなかったかなぁと思います。1、4の精査でいいんじゃないでしょうか。
なんでしこだと多分1行った方がいいんだろうけども、僕4行きたいなっていう気持ちが強いです。あと7番さんが5番投票したのに今日になって5番さん信じますって言ってたのがすごい面白かったです。4番のプレイヤーが発言します。いや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 、もうほぼほぼ1号ですから、今日は絶対1行ってくださいね。はい。2番さんが言ってた何、1が7を隠しろに行ったのと6が2を隠しろに行ったのっていうのは全然意味合いが違うんですね。僕から見たら6番っていうのは4だけをモロックするみたいなことを言ってて、黒塗りの準備をしているにもかかわらず隠しろを持っていった。で、1番なんていうのは別にどこにも黒塗りの要素なんか持ってってないんだから、1日目は7占わなかったらそんな怪しまれるじゃないですか。うん、そんだけのことですけどね。だから僕はもうてっきり6番は僕に黒を出してくるかなと思ってたんですよ。うん、だそれを、避けて2番さんの隠しろを作ってたのはこれは無駄にあるわって思ったからそういう発言になったけど、それがおかしいですかね。逆に1番っていうのは、なんか急にね、5番抜いて、6464っていうか1日目64に見えましたかって、あんだけ2人バチバチやり合ってた2人が、64に見えましたかっていうところを考えたら分かると思いますよ。1番の64を追ってるその姿勢のね、矛盾というか偽要素、わかると思いますけどね。まあそれが見えたっていうんだったら、まあまあこちらの落ち度かもしれないんで、まあしゃあないんですけど、はい。まあそこら辺はまあ皆さんのご判断にお任せしますね。だから霊能で狼が出てないんだったら、もうこれ5番さんが相方っていうことになるので1号になりますね。はい。まあ5番さんのムーブを皆さん村に置いてますけれども、別に狼だってそれはやれることなんで、そんなことでね、村だと思うっていうのはね、やめた方がいいですよ。はい。負けますんでね。今日は絶対1番行ってくださいね。お願いしますよ。はい。5番。のプレイヤーが発言します。まあ、デザート取って、1釣って、4釣れば終わります。1釣った瞬間、7、2が村に確定するんで、はい。そうすれば、4番ロー確定して、4、6か4、1か4、3っていう感じですね。はい。まあ、4番行った場合、だって7番なんて5投票してるから、強人の彼女でも、まあまあ、ワンチャンあるからね。今日1釣って、で、まあ、7、2に4番行ってもらえば勝ちです。まあ、一応に、7番に言っとく。1番行って終わらないと4番がローなんだけど、多分2番が噛まれます。はい。こうなった場合、2番は4番に行くと言ってました。7番が残されるんです。ご投票してるからしめしめ。この7番使って5番に票入れてもらおうって子供でもわかることをするんですね。ま、7番がお勉強するお時間ですよ。うん。他の人から見て5番ってのは圧倒するほどの村なんです。美しいほどの。お勉強しましょう。うん。ま、考察をいっぱい述べてる4番のローに勝たせたかったら勝手にすればいいんじゃないですか。うん。だからもう決め打てばいいでしょ。俺はローラーをすることはもう意味がないと思っています。ローラーなんて間違った進行だと思っている。6番が私の指示に従わないんだから6番をする。3番に色を見てもらう。それで間違い、8、6がムラムラだったらそれがムラが悪いってことに、だと思ってます。はい。1番釣って4番釣りましょう。はい。若者よ。俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。いやまあ、今日の考察でも分かったと思うんですよ。はい。4番さんは、まあ5番が狼だって言ってるけど、まあ普通に考えたら、まあね、5番とか7番ってグレーとか占い行こうって言ってる霊能を残したいって言ってたから、ここに強人がいる可能性があって、そしたら1番で終わるかもしれないかもなんて思う可能性ってなきにしもあらずなんですね、普通。はい。そういう視点がないのが5番と戦う姿勢を見せている4番狼なんです。まあ、ちなみに言うんですけど、初週、なんか9番さんが5番叩いてたんだけど、あ、これはもう多分もう勝てると思ってるからあれなんですけど、9番さんが5番叩いてたんですけど、5番さんが合ってますよ。
3番が2番さんの思考開示した方がいいよ、じゃないとあなたの思考が読み取れないからって言いながら3番が思考開示しなかったから、5番がそれに対して3番って進行論自分で言わないとあなたの思考が見えないですよって言って、思考開示を進行論に変換したからみんなわけわかんなくなって5番叩いてるんですけど、やってることは5番が正しかったんで、はい、で、あの5番のね、はい、なんかあの番目になって占い行きますとか、2番3番9番嫌いだから釣りますとか、狼じゃないでしょ、はい、だから5番に黒塗れなくなったから嫌気がさして地紙をするしかなかったんです。お分かりいただけます？はい。で、1番と6番難しいってなって4番と5番の差異をつけた際に、圧倒的に5番の方がまあ逆引きではあるけれども、まあ初週は言ってることが正しかったけど、途中から感情論で逆引きしろだから無理だからってことです。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番4番のプレイヤーが発言します。最初か、やだな、まあ、あとね、もう7番さんに言うしかないんですけど、もう5番釣ってください。5番釣ったら村は勝てるんで、お願いします。で、1番が狼ね、1と5が狼です。はい、連能の狂人はどっちかわかんないけど1号なんで、7番さんも5番に絶対に行ってほしいですね。もうそれしか言いようがないですね。はい、もうそれしか言えないな。5番に対してどうのこうのっていう要素がまあなんていうのかな、7番さんね、あの2番 5番が2番が噛まれてあなた残されますよみたいな予言を残してたけれども、7番さんっていうのは2周目に5番さん教えてくださいって言ってる状況なわけですよ。だからあなたが残されるかどうかって狼しか分かんないんですね。だから7番さんはそこを汲み取ってほしいですね。だから絶対5に行ってくださいね。5番のプレイヤーが発言します。説得できないと思います、7番を。恥をかいて勉強した方がいいんです。みんなの言ってることを素直に聞くってことを覚えましょうっていう反省会で恥をかいて、みんなは5番というのは白いと言っている。それを素直に聞く気持ちがないのであれば、これからの人狼殺人生はダメなものになりますよ。自分がわからなかったらその言葉を聞くべきだ。私はもう7番を説得する気持ちはありません。4番の老要素7番にいますか？なんで1号なんですか？私視点461434ってあってわからないんですよ。6だったら地紙、1だったら老老囲い、34だったらっていうのもあるんだよ。わからないんですよ、村は。正確には。組み合わせは。48だけはないんですよ。3番が80出してるから。それを1号で決めつけているっていうのが人外要素なんです。ローだけがそういうようなね、ことを言えるわけですね。本当の村っていうのはね、4番との組み合わせは3通りでわからないんですよ。まあ、多分43は1番、43は1番なくて、14か46なんだろうなっては思いますよ。3番の6投票見ると多分3番死なんでしょうね。安易にロラするべきじゃないですよ。まあ俺は7番は説得できません。8を書いて覚えればべきですよ。5番の白さを。はい。7番のプレイヤーが発言します。難しい、受けるどうしよう。見上げてごらん夜の、小さな光、見上
げてごらん。いや、ほんとにひどいんだけど、この人歌ってんだけども。あのさ、読んでれば終わった話で俺が。若者よ、道行くわけね。そう簡単に結論を急ぐな。あのさ、もう俺はもう疲れてきた。歌ってんだよ、もう。ちゃんと考えてさ。間違うならまだしも。歌ってんだけども。5番のプレイヤーが発言します。もう俺はもう説得できません。あのさ、真剣に考えて間違うならまだみんなは許してくれるけど、歌を歌うってどういうことよ。真剣に考えて、あのね、まあもうこれでわからなかったら、もう5番が7番に怒ってることこそがもう5番村格なんだよ。7番はしっかりメモを取っとけ。7番が投票権を持っていて7番に説教できるやつが狼なわけないだろ。4番が何をしてる。7番に、7番に票回収して7番にご機嫌いい耳障りのいい言葉を言い続け、5番に票入れてくれという人、こういう動きこそが狼なんだよ。もうこれ言って分からなかったら、もうこれもうラッキーボーナス問題だぜ。5番っていうのがなんで狼で7番に説教してんだよ。正しいことだ。歌ってる場合じゃない。4番言ってくれ、もう。4番のプレイヤーが発言します。7番さん、騙されないでくださいね。こういうタイプの狼も全然いますんで。はい。で、5番が言ってた、なんであなた目線1号が確定なんですかって言うんですけど、俺1から黒出されてるから、1が仮に強人、もう偽っていうのはもう透けてます。1から黒出されてるからね。だから6が真っていうのはもう分かってる。だから分かってるんです。その辺ちゃんと覚えてますかね、5番さんっていうのは。で、じゃあと1が強人かどうかっていうことですけど、強人だったら僕に黒出しなんかしませんよね。だって僕がご主人さんかもしれないんだから、強人目線分かんないんだからさ。うん、で黒なんか出してくるかわけないから、確定的にそんな自信満々に黒出してくるのはこの1番さんっていうのは狼だろうと。で1号が狼ですっていう予想を立ててるんだから、まあ俺よかったです、同点になってね。これだけはちょっと言いたかったもんだから。だから7番さん、絶対にこれは投票してください。ここで言わないと負けなんで、噛まれて負けますから、あの絶対に投票してください。5番に行ってください。そうすれば7番さんは勝てます。村人への勝利なんでお願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、ゲーム終了、村人陣営の勝利です。